様こんにちは、おちいらのです。これから友達と横浜の赤レンガ倉庫に行きたいと思います。で、今友達を迎えに来て待っているところです。楽しみー。ヤッホー、久しぶり。ほんまに久しぶり。ヤッホー。じゃあ YouTube、 YouTube 回さして。あ、オッケー。ほんまいきなりな。教えて。 LINE 一通ぐらいお願い。ゆいです。ゆいです。くらない。めちゃめちゃくらない。ゾンビみたいになってんけど。これ久々。え、そうやねん。ゆいが仕事始めたっていうのと、あ、そうそうそう、それはそう。あと大阪帰ったりしとったやろ。せやねん、大阪帰って先週かな。クリスマスマーケットさ、私空中庭園のところのやつ毎年行っとってんけど。あれじゃん、梅田のやつやろ。そう、行っとった行っとった。あれめっちゃ好き。やでもな、うん、あれを想像してたら赤レンガクオリティ低いで、うん、あれの方がすごいん。うん、あれ結構さ、なんかほんまに外国人の、うん、なんかドイツの感じのやつとかを想像していったらなんかちゃうかった。それ YouTube で言っていい。いいやろ。大阪の空中庭園のやつはめっちゃ良くない、うん、確かに。だから大阪で行ってない人行ってほしい。うんうんうん、来年行ってください。ほんまにあれはほんまにいいよな。うん、到着。ゆいがトイレ行っちゃったので一人です。やばい、お腹すいた。めっちゃ楽しみ。合流。合流しました。死ぬほど映えへんわ。もっと映えるのにすればよかったな。綺麗、めっちゃ。おいしい？それぐらい冷めてる。絶対食レポでは言ったらあかん。これキノコ、パッキーのアヒージョ、ソーセージです。いや、めっちゃ悩むねんけど。おいしい。それアヒージョちゃうで。バター焼きみたいなやつ。それならわかる、うん、アヒージョやったら味ないな。今年、今までで一番のクリスマスに思い入れがない。うん、わかるねんけど。仮に恋人いても別にあんま気にせへんくらい、うん、何にも思わへんかった。年かな。え、そうなんかな。でもな、そういうの友達と喋っとってんやん。今年全然なんかクリスマス感ないよな。うん、周りの子みんな言ってるから年かも。あ、23で早ない。ただの1日っていう感じになった。クリスマス前の時期がさ、一番なんか賑やかで楽しくなる。まあわかる、まあ、イベントは絶対1位クリスマス、うんうんうん、2位コラボだから。お正月わかる。今年年越しどうするの。今年は家族で鎌倉行く。うん、ええー、な、仲良しやな。そうやね。自分も1万円ぐらいする。初めて東京で過ごす。そうなんや。いつもお酒取った。うん、三重のおばあちゃんと帰るか。去年はコロナで帰られへんから、アスカちゃんと9月行って、うん、めっちゃいいやん。どれがいい。あ、じゃあ、うわ、めっちゃ悩まん。この3択別にどれでもいい。急に私食に対してさ、うん、あんまりさ何でも言いたいからやん、うん、ご飯食べに行くときとかさ、うん、決めてほしい。マジで何でもいいから。いやいや、デートとかやで、うん、一緒に決めたい。あ、一緒に、ね、全然ラーメンの気分じゃないねんさ。急にさラーメン行こうで連れて行かれてもいい。うん、別にそんな口になる。行くまでになる。マジで行くまでに、あ、OK ってラーメンの口の準備する。めっちゃ対応力やばない。常にだからこれ食べたいみたいなのないやん。まあまあ確かにな。お腹すいたとかあるけど、うんうん、2人で決める場合ってさ、うん、どうやって決めんの。え、何食べるみたいな。え、何食べたないみたいな。あ、分かるみたいな。なんかお互い意見出し合う。じゃあ常にゆいの中には意見があるんや、うん、そういうわけないけど、でもなんとなく最近寒いから鍋食べたいなとか。あ、それは分かるで。あ、寒いからあったかいもん食べたいな。そうそうそう、鍋したくない。あ、いいやんはあるね。決めてくれるのが一番楽だから。意見がすっごいある人がいい。私意見なくて優柔不断の人やったら一生決まらへんもん。ほんまやな。え、でもゆらのさ優柔不断なイメージはない。あ、せっかちやからなんか、どうするどうするって、もう決めよう、こっちかこっちどっちってなっちゃうけど、うんうん、でもなんか人間ってこれが食べたいっていうのがほんまの真の食欲らしい。だからなんか食べたいな、これ食べようじゃなくて、今私はアイスクリームが食べたい。ちゃんと脳の中に
に出てくるのが本来の食欲やねんて。だからそれ以外は食欲じゃないから惑わされたらあかんなし、そう。じゃあ私全部食欲じゃないじゃないってこと終わりやめてウィンナーですせっかくにはおいしい、ま、鳥っぽい味する気する。何する、そんなわかんのウィンナー食べてこれ鳥やわなるチキンのソーセージやね絶対、うん、ウィンナーでさこんな盛り上がれて幸せよな、うん、私たち何でも盛り上がれるから、うんうん、やっぱ関西いいよな。ミラノはさなんで冬が好きなの。寒いから。なんでなんだろう。寒いから。だいたいみんな寒いから嫌やん冬。寒いの好き。めっちゃ珍しい。あと空気澄んでない。あそれは分かる。夏って空気濁ってない。確かに確かに。いや冬さ寒いの苦手やったけど、ミラノが冬寒い方が気持ちいいみたいな、うん、言ってからそれ思うようになったら。でもほんまにそうやで。寒い寒いって体固めてるから寒い。で体の力抜いて、うん、あー気持ちいいってやってみたら気持ちいいね。そうなんかな。うん、やってみよう。でもそっから冬ちょっと好きになった。似合うよな冬が。ありがとう。肌白いし。ありがとう。いきなり雑になる。ほんまにありがとう。このコートはミーヤミーヤです。かわいいそれ。かわいいよな。え、首元どうなってんの？締めれるの？めっちゃ暖かいやん。めっちゃ暖かい。かわいい。こういうところでぬいぐるみ買っとったわ、その梅田のとこで。最近ぬいぐるみ買ってんのミーヒン。どれ？あ、かわいい。あ、かわいい、ほんまや。めっちゃかわいい、このさ。やばんな。これ、ヒラノみたい。嬉しくないねんけど、どうしよう。どうしたらいい？道ヒラノみたい。このさ、絵もかわいくない？え、かわいい。かわいい。これヒラノみたい。あ、それはちょっと嬉しい。ちょっと嬉しい。かわいい、かわいい。こんにちは。めっちゃ可愛い。なんか可愛いな。買っちゃいました。クッキーや。え、美味しそう。なんか可愛い。ピースして。可愛い。え、可愛い食器。いらんの？あかんかん。私食器に今お金使ってられへん。見て、月とツリーが超綺麗。いらんのも映ってる。はい、車戻ってきました。人が多すぎて、なんか食事したりするの？ちょっと。気使うから。はい、そして私のオアシス水よう見つけたな。それもうさ、どこにも水が売ってへんくて。今ちょうだい。無理。これいつも言われるんです。誰か言ってあげてください、はい、あげます。まつ積んでるよな、ユラノって。だから関西の友達だけやって。プレッツェル、これプレッツェル買いました。とこれズワイガニのなんかそれ一番美味しそう。んん、いや待って、これが1位よ。やばい、これクリームチーズ入ってる。うん、これがいくわ。もう第1位。第1位、うん、これめっちゃ美味しい。プレッツェル、チョコの部分美味しそう。食べ、うま。うんうん、春菜と3人で箱根行きたくない？うんうん、草津も行きたい。うん、草津雪やばいんちゃうかな今。もうそろそろ。ミラノってめっちゃふっかるやん。うん、ふっかるっていうか場面行動やね。あ、確かに。それでも楽しいよな、一番楽しいよな。今からとかの予定しか立てられへん。じゃあさ、何ヶ月か後かにさ、箱根行こう自体行かれへんってこと？だってその時何してるか分からへんもん。それはあけんねん。前のために頑張ろうみたいな感じ。その時にもっと大事な給料が入っちゃうかもしれへん。鼻水出た。びっくりした。海外行けるようになって、うん、行きたくなっちゃうかもしれへんし。それはその日には当てへんねん。でももう、その日に行きたくなっちゃうかもしれへんや、うん。自分のことを信用できひん、その時の。今月中の予定はギリ立てれる、うん、でも来月とかになってくるとまた分からへん、うん、でも確かにユラノってそうよな、うん、なんか来月の何時開けといてみたいなないよな別に、うん、今日行けるみたいな感じやな、 LINE もな、うん、確かに。でもそれが楽しいのは分かる。でもそっからさ、でもうちらの感覚的にはさ、今日温泉行こうみたいな感じでさ集まってさ、うん、まあ普通に近場の温泉行くんかなみたいな感じで行ったらさ、今から箱根行こうみたいな飛ばすやんか車。すごいなって思う。ほんまに行動力っていうか、あ、なんか今出てきた欲求はさ、うん、今満たさないと意味ないやんか。わかる。あ、箱根行きたいなってなってるけど、うん、いやでも今日はやめといて今度にしようかっていう、今度行くのと今日行くのでは価値が違うやん、うん、今行きたい時に行くのが一番価値あるから。でもさ、それできんのって、うん、ほんまに 少人数だと思う。
あそれ、でもそれは仲いい友達やからできるっていうだけやで。うん、まあ確かにな。でもほんまそういうところは楽しい、一緒にいて友達として。ありがとう。うん急にな、バリ雑さっきからさめっちゃ褒められたさ、ありがとうクリスマスの予定は何ですか？ないないんや。なんかそんなん、一緒にアイドルやっとった子が卒業ライブで、うん、それ見に行く、うん、そうそう。今日は月が綺麗です。でかすぎてびっくりしたよな。なあ、ほんまにちょっと怖かった。真っ暗になってもらった